吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。栄養と吸着効果を併せ持つソイルをまた見つけたので開封したいと思います。果たして使えるのか。僕が買ったソイルはこちら、ピクシーから発売されております、ピクシーソイルスタンダード。まずは使用度スペックを語らせてください。対象淡水専用適応生物水草干渉魚エビ粒サイズ2から4ミリ内容量3リットル原産国日本で価格は1586円でした。特徴としては栄養と吸着を両立させたハイブリッドソイルです。弱酸性の軟水を維持し水草の成長に力を発揮します。また各種栄養素及び不眠酸を配合し肥料分が多く水草育成に最適です。そして吸着効果で濁りや苔の発生を抑制し粒が硬いため崩れにくいので長持ちします。さらにろ過の立ち上がりを早める効果もあります。使用方法としては水洗いせずそのまま水槽内に敷いてください。水を注ぐときはソイルを掘り起こさないようにゆっくりと注いでください。セットしたては濁りが出ますがろ過フィルターを回すことにより時間の経過とともに濁りも消えていきます。使用量の目安としては45センチで6から8リットル、60センチで8から11リットル、90センチで24から32リットルです。とのこと。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。スタンダード、豊富な栄養分と高い吸着効果を合わせ持つハイブリッド型水草専用ソイル、新世代ソイル、ピクシーソイル、弱酸性の軟水を維持、ほとんどの水草は好む弱酸性の軟水を維持し水草の成長に力を発揮します。各種栄養素及び不眠酸配合、厳選された国産天然土壌を増流処理したものに水草が成長するために必要な各種栄養素及び不眠酸を配合、通水性で成長維持、崩れにくく通水性に富み水草の育成を長期間にわたり維持します。3リットル、こちらはピクシーから出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオピクシーソウルスタンダードオープン。おー、何か入ってるね。以前開封したあの共同開発のやつじゃないだろうな。これまさか、なんだこれ。袋の中に袋が入ってます。注意事項の紙でした。ちょっと待って、これ聞いたことある説明書きだな。なるべく1回のセッティングで全量使い、もし余りを取り置く際は密閉して乾燥を防ぎ、水に濡れないような暗所に保管し早めにお使いください。これもし余りを置く場合の余りを日本語にしてるんでね、覚えてるんですけど、これどっかのメーカーだな。これピクシーじゃねえな、これ読めねえな。なんとかワンだ、なんとかワンが出してます。大丈夫かこれ、なんか聞いたことある注意書きだぞこれ。色はブラウン色、ちょっと明るいかもしれないですね。まずは粉っぽさ。あ、サラサラしてます。ソイルは乾燥してます。湿っていない。乾燥した状態でも粉はない。比較します。コトブキの阿蘇の天然ソイル、阿蘇グロを持ってきました。左がコトブキの阿蘇グロ、右がピクシーソイルです。明るい色かなと思ったんですけど、黒寄りの茶色でした。粒サイズは一回り小さいです。さらに拡大した様子です。こちらが阿蘇グロ、表面は粉っぽくないです。そして丸く固められています。ピクシーソイルは丸みを帯びてますけれども、完全な丸ではないです。丸いやつと丸くないやつがランダムで混じっています。ひび割れなどは起こっていないです。あ、でもちょっと割れてるのあるな。これが痛いな。こういう割れてるやつからね、粉が出たりするんですよ。できれば全部丸いやつが良かったんですけど、欠けてるのが所々にあるので、それが少し気になります。硬さの確認。あ、硬いです。ソール同士が擦れると粉は出ます。ただ少ないですね。これは期待できそうです。それでは検証していきたいと思います。いつも通り水2リットルに 600g 入れて、翌日 TDS、PH、GH、アンモニアを計測したいと思います。素の状態を見るため、底面の溶出速度を上げたりはせず見ていきます。あ、これちょっと粉待ってるな。600、吹雪テトラ。白いボールに 600g 入れてみたんですけど、ちょっと粉がありますね。色はこんな感じ、落ち着いた茶色です。丸いやつと丸くないやつがあるので、摩擦に弱いソールかもしれません。水2リットル勢いよく入れます。